小野です。ゆうやです。おゆらじ特別版ほのぼのトークショー in モルティ郡山です。イエーイ、素晴らしい。先週通りの、あーもう拍手が鳴り止まらない。久々に見ました。気持ちいい。やってみたかった。ありがとうございます。お付き合いいただきましてということで、いやー会場の皆さんはとにかく温かくて、ね、一体感ありますね。一体感といえば、実はこのおゆらじイベント始まる前にですね、モルティの前でティッシュ配りやったんですよ。そう、ね、おゆらじを聞いてくださっていた方20人ぐらい集まっていただいて、皆様で一緒にティッシュを配りました。そのティッシュもらって今日来たよという方、ありがとうございます。後ろの皆さんもありがとうございます。ありがとうございます。頑張って配りました、ね、よかった、配った甲斐があります。配る人の方が配られる人よりも多いという現象が起きてまして ね、配ろうと思ったら大体もうみんなティッシュ持ってるんだよね、うん、ただね、楽しかった、楽しかった。ティッシュ配り、こんなに楽しいティッシュ配りあるのかなっていうぐらい、ね、本当にご協力いただいてありがとうございました。 また配りましょうね、うん、ね。そしてですね、今日たくさんの方に会場来ていただいたんですが、来たかったけど来られなかったよという方からですね、はい、メッセージいただいてますので、小野さん紹介お願いします。LINE です。メッセージご紹介しましょう、はい、おはようございます。昨日の LINE ですね。明日の公開おゆらじに行きたいのですが、残念ながら行けません。缶バッジやシールなど欲しいグッズがあるの、なんとかしてよ。ネットでも買えるの？ひろこからです。ひろこからです。あ、母です。母。なんとかしてよ。怒ってる？わからないです。返事するのが怖いですね。まだ返事してないんだ。してません。あ、してない。ひろこからですでこんな拍手起こるんだね。すごいね。お金払うから買ってきてっていうメッセージも来ました。買っていってあげましょう。ちょっとまだ悩みますねこれは。でですね、はい、まあ、今日どうしても行けないという方からですね、中継の視聴者対応の方にもですね、はいはい、電話があったということで、うんうん、まあ、今日は急遽こういうおゆらじの公開収録という形を取らせていただきました。視聴者対応に電話来るんだからびっくりしただろうね。いや、なんだかありがたい ね、視聴者じゃない、ごじてれの話じゃなくておゆらじの話で中テレにリスナーから、うん、はい、ありがとうございます。本当に嬉しいです。今日は盛りだくさんですので、うん、時間も限りありますから早速いきましょうか。はい、ではタイトルコール参りましょう。小野とゆうやのほのぼの夕焼けラジオ、おゆらじ。皆さんこんにちは。今日は朝から右目がゴロゴロしています。小野生理です。今もなんかね、入ってます？いや、入ってないように見えるけど、コンタクトしか入ってないように見えるけど、目がね、こう出てるので。あ、俺もだ。結構こうゴミが入りやすいんで ね、 そうね、同じ人種の皆さん気をつけましょう。夏場とかちっちゃい虫入ったりするからね。同じなんですよ、はい、ちょっと出てるから、はい、ちょっと押し込んで頑張っていきましょうね、はい、ということで皆さんこんにちは。朝家出るときに妻になんか今日気合入ってるって言われました。石井優也です。どの辺が？いや、気合入ってるって言われたんですけど、ちょっとこっぱずかしいから、いやもう土曜日なのにさって言って、眉毛だけ描いて家出てきました。いつも描かないんですけどね。なんか髪型もいつもよりなんか立ってる、はい、多めにスプレー振ってきました。なんかこう立ってるね。気合入ってます。気合の表れでございます。はい、皆様よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ではではでは、早速ですけれども、皆さんにプレゼントが当たるクイズ企画です。題しておゆらじマニアッククイズ。はい、とんでもない名前です ね、こちらはおゆらじを聞いていたら分かるであろうというマニアックな問題をですね、皆さんに出題していきたいと思います。
おゆらじ聞いてない、自信ないよという方でも問題はございません。3択のクイズになっておりますので、ぜひとも持ち前の日頃の行いと運でですね、ブランクを埋めていただきたいなと思います。そして正解した方にはこちら、中テレのすぐそばパン屋さん双葉屋さんのドゥルル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 ルおゆらじオリジナルパッケージのカヌレをプレゼントしましょう。こちら6個用意しています。1回戦につき3人になるまで続けていきますので、よろしくお願いします。今日作っていただいた出来立てほやほやとなっています。よく見ると石井とさゆりちゃんが写ってます。ぜひこれゲット目指して頑張っていただきたいと思います。若カヌレシコロの石井です。18の石井です。では早速いきましょうか。第1問いきましょう。問題です。これは第8回からの問題ですね。能川アナウンサーが初めてゲストとしてやってきた回、名物コーナーお悩み相談室から能川の悩みを解決することに。能川のアナウンサーとして今後どう進んでいけばという質問に小野さんが出した結論とは。イエロー、美容キャラを前面に出す。グリーン、愚直に取材してニュースを伝える。ブルー、東京に進出する。ではお答えください。カウントダウンスタート。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。正解はこちら、ででん、ブルー東京進出です。お、多くの方正解ですね。そう思ってるっていう人もいるかもしれません ね、東京行っちゃうのかなってね。これは確かにあのなんとなく当たりそうな問題ではありますね、はい。続いての問題、第2問、24.5 回からの問題です。社内のゴルフコンペに参加した石井さん、偶然にもロケで来ていた福テレの大久保アナと遭遇しました。よそよそしく会話をしていたら、後ろから野尻アナウンサーが駆け寄ってきて話し相手を奪われてしまいました。居場所を失った石井さんは食堂で一人ざるそばを食べました。いかにも石井さんらしいシャイエピソードですが、そんな精神状態なのになぜかコンペは優勝。優勝商品として有名人のサイン入りサンバイザーをもらいました。誰のサインが入ったサンバイザーだったでしょうか。これは難問だ ぞ。問題が長い。1、石川遼。あ、違う、1じゃない、イエローが石川遼、グリーンが城庄司さん、ブルーが中畑清さんです。それでは正解だと思う色の折り紙を私たちに見えるようにあげてください。これはマニアックだぞ。カウントダウン10、9、8、あ、結構割れてますね。7、6、5、4、3、2、1、0。割れてる。これは割れました。ではドキドキの正解の発表です。今挙げているところから変更はできません。正解はこちら、グリーン城庄司さんでした。すごい、これはすごいわ。すごいですね。当たった方、勘だった方は、あ、勘で当たったという方もね、いらっしゃいますね。運がいいですね。ゴルフコンペで城庄司さんですからね。サッカー日本代表ですから。これは難しい。第3問です。第28回からの出題、おゆらじで知らない人はいない小野の母ひろこさん。その破天荒なエピソードが大人気ですが、そんなひろこさんはいろんなイベントに小野と遊びに行っているが、会場でもひろこ節があちこちで炸裂しています。さて、いわき市内で開催されたイベントで、次のうちひろこが言っていない発言はどれでしょうか。言っていない発言です。イエロー、サーカスの公演で火を飲み込むパフォーマンスを見て、
何やってんだことやめなさい、危ないでしょうがと制そうとした。グリーン、古代エジプト美術館展で綺麗なアクセサリーの展示を見て、本物なのか、私これビーズとかで作れっかんねと偽物と疑った。ブルー、ぶっ飛んでる生き物展で真っ青な青毒ガエルを見て、なんだ色ばっか目立ってこんなの足で潰して終わりだかんねと人間の強さを見せた。ではお答えください、どうぞ。いやどれもありそうですね。お、黄色、青、青が多いかな。色ばっか目立ってこんなの足で潰して終わりだかんね終了。正解はこちら、ブルー、ぶっ飛んでる生き物展でのエピソードでした。すごい、結構残ってますよ、ね、まだ。ひろこさすがに潰したりはしないですねでは次の問題いきましょう。問題です。41回のパンツの話からの問題です。男性のパンツの仕組みが気になった私、何言ってんですかね今この場ですいませんね、ラジオで話してたんですよ、こんな皆さんの前、ね、子供たちも多いんで、ごめんなさい ね、でも大丈夫、パンツのシステムの話ですからね、うん、そうシステム、ね、大丈夫、変な話じゃないです、はい、パンツの話からの問題、はい、男性のパンツの仕組みが気になった私、石井があれこれ教える中で地味な人のパンツが派手だった場合どう思うかという話題となったが、その際に地味なスタッフが履いていたパンツの柄はどれ？イエローはトラ、グリーンがハート、ブルーがドクロです。ヒントはあの栗原さんです。栗原さんをちょっとあの、はい、見て想像してみて、想像してみてくださいもいいんですよね。意外な柄のパンツだった。はい。今日も入ってる。今日も入ってる。はい。では正解発表とかないですか？大丈夫です。大丈夫。ないの、ないので。想像だけにしてください、ね。はい。カウントダウンスタート。10。あ、これも難しいよ。7。6。5。4。3。2。1。ゼロ。割れてる。割れてるな。では正解の発表です。正解はこちら、ドクロ、ブルーが正解です。すごいですね。イエーイという声もありました。今日も栗原さん、今日もドクロを履いています、はい、いいギャップですよ ね、なんかパンツってね、本当にこうギャップが見えて面白いですよ ね。さあこれが最終問題、45.5 回から。仲良しの井上アナとプライベートで新大久保のカフェに入った小野さん、他のお客さんに誕生日会の人ですよねと声をかけられて困惑しました。どうやら韓国アイドルの誕生日を祝うファンのオフ会が開催されているカフェの中に突撃しまったということです。さてその韓国男性アイドルは誰だったでしょうか？イエロー、ヒウォン君、グリーン、テヒョン君、ブルー、ジェファン君、回答お願いします。これ難しいですよ。10、もう皆さん勘じゃないですか。8、覚えてる人いるんじゃないかな。6、5、4、3、2、1、終了。正解はこちら、黄色、ヒウォン君。黄色の方、あ1、2、3、4、5、6、7。じゃあ当たった方前に来てもらえますか。ということであの皆様カヌレゲットです。おめでとうございます。おーイエーイ、やったー、イエーイ、イエーイ。今プレゼント贈呈式を行います。栗原さん、あ、パン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 、おめでとう、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。これ結婚式の音楽かな。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おいしく食べてね、ね、本日中にお召し上がりください。はい、
味しく食べてください。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー難しい問題。最後の問題は俺も分からなかった。私もうる覚えでした、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやーだいぶコアな問題がありました。盛り上がっちゃって。ありがとうございます。改めまして小野瀬恵里です。声が枯れてきました。石井優也です。早いね楽しくて ね, ついね楽しいね。声出しすぎちゃいましたけど。クイズ盛り上がりましたが、まだまだありますので、次のコーナーに参りましょう。こちらお悩み相談室ほのぼの質問コーナー。あ、ここにあったのね。はい、あります。こちらはお悩み相談室、小野さんが皆さんの悩みにお答えするというコーナーになっています。今回はほのぼの質問コーナーと題しまして、事前にですねアンケートを配って皆様に質問、はい、そして、まあ、あの相談乗ってほしいなっていうことをですね書いてこちらのボックスに集めさせていただきました。これから抽選をして選ばれたお悩みに小野さんに答えていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。では早速いきましょうか。読み上げられた方にはあの普段メールを読まれた方と同じように母心関さんデザインのこのステッカーをプレゼントします。じゃあいきます。皆さん欲しいですか。欲しい。よし、いくぞ。一人目、誰が出るかな、デデ誰が出るかな、デデデデンデンデデデデン、なんだそれ。え、違ったっけ。わかんない、あんまり覚えてないキミちゃんさん、年を重ねて体重の増加が気になります。いいダイエット方法ありませんか。これはもうダイエットビューティーストラクター石井さんからまずアドバイス。はい、そうですね、やっぱりあの食べるのを我慢するっていうことですね。辛いのよ。でも結局そうなんですよ。辛いのよ。どんなに運動しても結局ね、食べる量が増えちゃったら太っちゃうから。でも食べる内容をサラダとか揚げ物じゃなくて焼き物、焼き鳥にするとか、そういう工夫をするといいんじゃないかなって思いますけどね。どうしてもチョコが食べたくなったらどうするんですか。一粒だけ食べちゃいましょう。そこで我慢できるかできないかの違いなんですよ、うん、私はさ我慢できない。我慢できない、うん、でも小野さん結構最近意識高くやってるじゃないですか。筋トレ。筋トレね。コマーシャルの間とかもこうやって腕こうやってやってる。二の腕鍛えてんだってやってますよね。顔顔が全然効果がありません、ま、筋肉全然盛り上がっていません。継続が一番大事です。でもそんなね、でも多分僕とは違うタイプなんですよ、うん、小野さんに似てるのかもしれない。やんなきゃいけないって分かってるけど、やっぱりこう食欲に負けちゃうっていうね。何かいい方法ありますか。わかりました、解決しましょう、はい、食べたいと思ったら大声でまずは叫んでみましょう。食べない。邪念を振り払う、はい、あとあのこういうなんか変な踊りをすると意識がこっちに行って食べようって気持ちがなくなるらしいですよ。へえ、こういう、はい、そういうことすると怒られっかんね。こういう感じで踊るといいってということで、踊ってみてください、キムちゃんさん、はい、ありがとうございます。では次参ります。てれん、てるてる坊主さん、年を重ねているせいなのか、最近仕事や家事などをした後に精神的に疲れている毎日が続いています。何かでその疲れを消しされるようになりたいです。どうしたら疲れを消せるか小野さん教えてくださいということで。これはもう、じゃあ一発でお願いしてもいいですか。これはもう私が常日頃あの大谷翔平選手と同じことをしています。ではこれしかありません。解決策お願いします。1日10時間以上の睡眠です。よく寝るっていうね。はい、これはもう
ぜひやってみてください。寝られないという方もいるかもしれませんが、寝る努力をしてみてください。あの寝具とかね、あとそう小鳥のさえずりをね流しながら寝るといいですよ。リラックスリラックスできる、はい、やってみてください。参考にしてみてください。では次いきます。こちらスピード早いね。のぶさん、はい、小野維新に相談したいお悩みありますか。なし。のぶさん、小野維新への質問はありますか。なし。のぶさん、のぶさん、のぶさん、手を挙げる勇気がありましたか。あなた本当にないんですか。ない、わかりました。でも笑顔が素敵です。何かあったらいつでも相談してください。ありがとうございます。ラスト2つ。悩みがないっていいですね。ね、こちら。何もない。あやたんさん。あやたんさん。職場のトイレの水をよく詰まらせてしまい、上司にいつも白い目で見られてしまいます。どうしたらいいですか。詰まっちゃうんです。詰まるとは、いろんな要因が考えられるんですよ。トイレそのものに問題があるか、それか難しいね、これね。そうですね、まあ、そういうことですか ねどっちなんでしょうか。でもね、あえて聞かないでも、ね、聞かない方がいいですけど、そう、ちょっと見ていいですか。まあでもね、難しいの、健康第一だよね。そうですけど、これあれですね、あの上司にいつも白い目で見られてしまいますということですので、あの上司にその詰まらせたものを掃除させればいいんじゃないですか。白い目で見る上司が良くないような気がしますね。そうね、はい、そうだよ、白い目で見てんじゃねえよっていう、いや一緒にやってくれよって。そうね、はい、そうです。ちなみにあの小野石への質問ありますか、はい、逆におゆらに質問ありますかということですか。あ、このお花は誰が温度を取ってくださったんですか。あやたんさん、あ、ありがとうございます。トイレ詰まりながらありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、嬉しいです。この質問の後に感謝されるのはちょっと恥ずかしいかもしれないですね。大丈夫です、あやたんさんのせいじゃないと思います。大丈夫です、はい、じゃあ最後、味方です。ありがとうございます。じゃあ行きます。最後こちら。くしゃってしまう。あーちゃんさん。あーちゃんさん。これから夏が始まります。暑い中暑いものを食べたくなります。どうすればこの食欲を抑えられますか。暑い中暑いもの、ラーメンとかですか。カレーとか。たこ焼きとか。ああ食べたくなりますか。なるみたい。あ、でもカレーはわかる。ちょっとこう汗かきて食べたいなね、うなずかれてる方いらっしゃいますけどね。あ、そうですか。食べたくなりますね。ね、食欲がより増すということですかね、はい、わかりました。ではお願いします。あ、やっぱこうやって踊ると踊るとです。そうね、こっちに意識が向いて、ちょっとあの食欲を抑えられるんじゃないかなって思います、はい、ぜひやってみてください、これね、はい、こういうやつ、はい、いや今日もすっきり解決できてよかったな。ありがとうございます。ありがとうございます。もうあっという間ですよ。え、これでもうあっという間に、だってもうえ30分以上経ったじゃないですか。あら、そうですか、うん、もうこの後はもう読めないんですか。読めないって。あ、わかりました。あの、あ、そうね、あ、はい、そういうことか。今回のこの公開収録は次回 あの番外編で配信されるんですけど、皆様からいただいたこちらのお便りはですね、その次の本編の方でぜひお答えさせていただきたいと思いますので、本編も合わせて聞いていただきたいと思います。先ほどあの読ませていただいた方にはこのステッカーをお渡ししますので、はい、何も悩みがないとおっしゃっていたのぶさんにもしっかりお渡ししますのでね、はい、ありがとうございます。
ということで、ということで、もうあっという間ですが、ポッドキャストで聞いている皆さんはそろそろお別れのお時間となります。ここにいる皆さんもこの配信を聞いて、ああ楽しかったな、最高だったなって振り返ってるんじゃないでしょうか ね。さあ、番組では皆様からのメールを受け付けています。番外編のトークテーマやラジオのダメ出し、コーナーのアイデアなど何でも送ってきてください。コーナーへの投稿はメールの件名にコーナー名をご明記ください。メールの宛先はすべて小文字でpodcast@sd.jp です。目がゴロゴロしてて ね、右目がね、ちょっとゴロゴロしてます。そして番組のホームページの応募フォームからもメッセージを受け付けています。概要欄の URL からチェックをしてみてください。番組の感想もお待ちしています。投稿はすべてひらがなでハッシュタグおゆらじでお願いします。番組公式 X のフォローもお待ちしています。それではこの音声をお聞きの皆さん、さようなら。そして最後にワオで締めましょう。せーの、わー、ありがとうございました。すごいすごいね。